はじめまして、僕たちムーンサルトと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当はこのバンドなんですけど、去年の12月のクリスマスライブに出る予定だったんですけれども、なんかどっかの誰かさんがコロナにかかって、初犯の事情ってことでいいんじゃないですかね。早くなったしになりまして、辛かったですね。お疲れ様でした。今回晴れてできるということでなんですけれども、ちょっとあまりにも集まれないと、練習が いろいろ忙しい人がいてあまりにも集まれなかったので、本来ちょっと2曲のつもりだったんですけれど、ちょっと今回は1曲でお願いします。お願いします。ちょっとこのバンドのコンセプトをちょっとリラから。私ですか？かしこまりました。創始者から。そう、千鶴じゃねって思うんですけど。面白い。まあ、じゃあ私からでいいか。あ、うん。この、すいませんね。このバンドはコンセプトとして昔の曲をやりたいというふうに思って、まず私と千鶴が立ち上げて、で、そこで私が一回コーラスをやってみたいっていうふうに思っていた住処に入ってもらい、となったらもう大田区しかおらんやろというふうになって、大田区に入ってもらい。何個だったそれは。という感じで、出し崩していい。いや、あのシュンさんも一回組んでみたいってすごい思ってました。本当です。大輝は一回やったことがあって、その時めっちゃいいなと思ってて。ということで。そうですね。要は昔の曲をメインにいろいろやるバンドですね。はい。その通りです。今回は安羽さんの Friday China Town という曲をやらせていただきます。シティポップを名盤というふうに言われているのでご存知の方も多いかと思います。じゃあやりますかね。パラッター
ワン。